ンポンポン。こんにちは、みなかたゆいです。普段はロリータのお洋服を着たりしてモデルのお仕事をやらせてもらっています。こんな私が今日はいがりメイクのやり方を紹介したいと思います。よろしくお願いします。ベースなんですけど、イップさんのブルーの方の下地を使っています。ブルーの方の下地を使うと肌に透明感が出るのでおすすめです。次にコンシーラーはファンデーションを使わないでさらっと仕上げたいので、隠したいクマのところやお花の小鼻のところに塗ってあげて、指で軽くポンポンと叩いてなじませていきます。お肌の仕上げにルースパウダーを塗っていきます。インティグレートのものなんですけど、これもちょっとなんかベタベタ感を抑える程度で、あんまり色もつかないような感じで薄くパタパタとのせていきます。次はアイブロウです。キャンメイクのものを使っております。明るめの色を使って眉毛がこうピューッと垂れるようにしたいんですけど、眉頭のところをちょっと上目に描いて、あとは平行にしてって最後に下げるっていう感じにするとちょっと困り眉風になるのでおすすめです。そしてアイブロウはドリーウィンクさんのものを使っています。これはすごい毛一本一本に色をつけてくれるのでとてもおすすめです。カラーはミルクティーを使ってるんですけど、これが明るくて肌なじみもいいので全体に塗っていきます。アイシャドウはこの薄いブラウンを使って目尻にくの字にのせていきます。外側に塗ることによってちょっと印象が外側に持っていかれるので、綺麗な顔というよりは可愛い系の顔に近づかせるために外側だけにくの字に入れていきます。そして真ん中のラメの部分で涙袋から目頭にかけてラメをのせていきます。ちょっとデカめ効果もあるのでラメのものにしました。仕上げにこのピンクのやつを涙袋にちょっぴっとポンポンポン程度にのせて、フェミニンな印象になるようにちょっと薄いピンクを使うと良いです。アイラインはラブライナーのものを使っていきます。毛先が結構細めになっていまして、目尻にだけ描くんですけど、ちょっと垂れ下げるようなイメージで描いて、でも目尻の際を埋めちゃうと強めの印象になっちゃうんで、際よりちょっと上のところをめがけて下げていくと良いです。同じくマスカラはラブライナーのものなんですけど、ロングタイプのものでボリュームでをアップさせてグワッて大きく見せるより、ちょっと空間も残しつつがいいのでロングタイプのものを使いました。リップを塗る前にリップバームを塗ります。このサベックスがすごい優秀です。そしていがりさんメイクの醍醐味でもあるチークとリップはこのビセのクリームチークを使います。黒目の下ら辺に置くんですけど、これがクマと被っちゃうとちょっとクマが強調されちゃうので、クマを避けてもうちょっと下目に丸く指でポン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 と乗せていきます。リップの色も同じだと結構統一感が出るので、同じくこれをリップに塗っていきます。そしてハイライトを入れていきます。と主にこのダメ感が強い白と隣の白を混ぜ合わせて、目の下クマ隠しとあと鼻筋
を入れて、最後に顎もちょっと入れてあげると立体感も出るし、キラキラして良いと思います。次は穴水のチークを使います。先ほどのせたチーク、練りチークだけだと違和感というか、のせた感がすごい出てしまうので、筆で濃いところだけつけて上から軽く伸ばしていってあげるとにじむような印象になるので、上から重ねました。最後にバス&ボディーワークスさんのグロスを上から重ねていきます。塗るときに下のリップが取れないようにポンポンポンとのせる感じでツヤを出していきました。ヘアなんですけど、ヘアはふわふわ感を出したいので結構上の方から巻くんですけど、一回巻いてここにこんぐらい巻いたら一回外すんですよ。外してちょっと下げてまた同じ方向に巻いてっていうのを繰り返しやってると、内外内外って巻いてることになるので、ずっと内巻きよりもエアリーな感じが出てパーマをかけたような巻き方になるので、猪狩さんメイクの時はやっぱふわっとさせたいのでちょっとふわふわにしてみました。そして最後に前髪を少し半分ぐらい取ってくるんと回してボリュームをトップに出してからピンで留めました。こうすることによって今流行りのこなれ感も出るのでおすすめです。ポイントはですね、ベースメイクにかかっていると思うんですけど、ちょっとふわふわっとしたイメージの中にチークとリップは濃いめっていう感じで意識してもらえればできると思います。そして私最近デザインさせていただいたルームウェアが発売しましたということで、皆様よろしくお願いします。それの詳細とともに他もろもろインスタとツイッターとアメブロとウェイボもやってるので、よかったら見てください。今日はありがとうございました。猪狩メイクさん、猪狩メイクさん猪狩さんメイク、他の動画も流れているので、ん流れてるなんだ、乗ってる乗ってる、はい。こんにちは、みなかたゆいです。今日は幼めなフェアリーのヘアとメイクを紹介したいと思います。よろしくお願いします。はじめにフェイスメイクのファンデーションを塗っていきます。インテグレートのものです。アイシャドウを塗っていきます。はじめは目頭にくの字にピンクのラメを